はい、561回始めます。12月12日の夜遅くです。11時ぐらいかな、わかんないですけど、世の中ね、もう年末モード入りますね、そろそろね。まあ、ワールドカップやってますけど、これが終わったら完全に一気に、ね、クリスマス、お正月っていう感じでね、なっていくんですけど、世の中、まあ平穏ですね、割と、うん、ちょっとウクライナ戦争やってるんでね、ウクライナの人とか大変だと思いますよ。寒いから、あそこ何せ、うん、大変だと思いますけどもね、とりあえず日本はなんとか、うん、まあ原油、今相場見てますけど、原油今1バレル WTI で 71.21、でかなり安くなってますね。70ドル割るぐらい来てますんで、あとまあ落ち着いてきてると。天然ガス価格はちょっと高め 6.832 っていうことでね、私今売ってるんですけどまあ割と落ち着いてきてますね。年末このままね、株価も今2万7000台かな、日経平均。あとニューヨーク3万3000ドル台、うん、一時3万ドル割るぐらいまで行ったんですけど、落ち着いてますね。もうこのまま多分落ち着いてると思います。為替もね、152円ぐらいまで行ったんですけど、1ドルね、今見てないですけど、おそらく137円前後、ユーロドルでも 1.05 ぐらいだと思うんでね、落ち着いてると思います。このままおそらく12月1月何もなければ、穏やかなお正月世界的に迎えられるんじゃないかなと思っていますということで、561回始めたいと思います。まあ今回もね、SNS 関連の事件というかなんですけど、兵庫県警甲子園署ということで、これなんだ、ニュースは神戸新聞ネクストっていうことでね、神戸新聞のからですね。20歳の男が12歳の女児を自宅に連れ込み、なんと強制性交の疑いということで、いやー、20歳の男が12歳の女児自宅に連れ込んだと。で、親がね、この12歳の女児の親がなんと GPS で娘の居場所を確認して発見、逮捕に至ったということですね。まあ、神戸新聞の方からですね、女児が13歳未満であると知りながら自宅で性交したとして、西宮市内の20歳の無職の男を逮捕したと。逮捕容疑は、9日午後4時から10日午前0時頃までの間に、自宅で女児12歳、と性交した疑い。男は12歳であることを女の子から聞いて知っていたと。成功したことは間違いないと容疑を認めていると。で、男は女児と約1ヶ月前に交流サイト出ました SNS で知り合ったというと、うん、で9日午前に大阪府内で会った後自宅に連れ込んだと、うん、で家に帰ってこない娘の居場所を、GPS 使って確認した親が10日未明に娘が成人男性と一緒にいるので来てほしいということで同署に届け出たということで、これでね、やっぱり気になるのがね、やっぱりキーワード SNS。 だいたい今のね、この性犯罪にしても犯罪行為 SNS 多いですね。本当に世相を反映してるというか、出会い系なのかな、いわゆる、わかんないです。出会い系とかマッチングアプリとか、あとゲームとかね、どうもそれもネットでつながってるみたいなんでね、私全然わかんないですけど、ゲーム仲間、ゲームで知り合ったとかね、あるみたいなんですよね。私疎いですけど、とにかくこの SNS、 もっと具体的に言ってほしいですね。この SNS 何なのか。私、おっさんになるとね、 SNS って言われてもね、ピンとこない。Twitter とかね、Instagram とか、あと何でしょうけど、 Twitter もね、私一応入れてるけど、やってることにはカウントされるんだろうけど、よくわからないしね、使い方が。インスタに至ってはね、もう使ったことも見たこともないし、 TikTok とかなんかもう入れたこともないしね。うん、私 LINE はやるけど、これもね、業務連絡ぐらいなもんですよ。本当にもうよくわからないしね、 LINE だって。私はあんまりやらない SNS。 うん、あとね、このもう一つ、
親が GPS 使ってて、これスマホですかね、持たせてた。その GPS 機能で居場所を特定して、どうも男といるみたいだと、成人の。っていうことで場所分かったんですかね。私娘がいなくなって、まあスマホ持たせてる中学生いるんですけど、ちょっとね、まあ、GPS 機能もちろんついてるんだろうけど、使えるのかなって感じ。 GPS 使ってここにいるって特定できるのかなっていうね。ダメ親です、本当に。IT リテラシーっていうんですか、 IT リテラシーの低い親なんでね。いや、ある意味この親すごいなと、自分の娘の居場所をね GPS 使って特定してるんだから。ただね、この娘さん、まあね、被害者なんであんまり言いたくないけど、いや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 、本当に徹底教育すべきですよ、特に女の子には。とにかく SNS とかそういうもので見知らぬ人に会うなと。まあ、徹底教育したってね、もうこういうのはあるんでしょうけどね。うちの娘も、まあまあまあ、伏せておきます。いや、いい娘ですよ、うちの娘は。こんなことしないと思いますけどもね。本当に多い、本当にね、 SNS 絡みの犯罪が多いこと多いことね。この561回ですか、今回でのうち多分200件ぐらい SNS、 感覚的には100件から200件ぐらいはね SNS 絡みの犯罪ですよ、あ、意外。はい、ということで561回やりました。いやー、やっと温まってきたね、部屋が。ここ廃屋なんです、初めて見た方。廃屋で電気ガス水道ないんでね、真っ暗なところでおっさん喋ってるだけの番組なんですけど、チャンネル登録がね40人以上いるんですよ。半年ぐらいで増えました。ここまで聞いて方ね、マニアックなんで、ちょっとチャンネル登録ポチッとやってってください。ありがとうございます。またお願いします。失礼します。